河内型戦艦摂津強敵艦。摂津、摂津は日本海軍の戦艦、河内型戦艦の2番艦である。後に強敵艦となった駆逐艦ヤフーによって遠隔操作される無人艦というのが一般的に知られている。艦名は旧国名摂津国にちなんで命名された。日本海軍の艦船としては摂津艦に続いて2代目。本艦は30センチ砲連装6基12門と砲力は強力に見える。しかし実際は主砲を機構型に配置したため、右または左舷に砲を撃つとき反対舷の砲が使用できず、その上前後の砲2基が50口径、中央舷側の4基が45口径と射撃式に問題が出るものであった。東郷平八郎が前後の砲はより強化すべしと言ってそのようにさせたという。特に日本周辺から離れることはなく呉を母港として過ごしたが、1945年7月24日アメリカ軍機による呉軍港空襲を受け大破着底し、そのまま終戦を迎える。1945年11月20日除籍。性能初言。